それでは一言お祈りをさせていただきます。私は道であり真理であり命です。天の父なる神様、混沌としたこの世の中でもしあなたを知らなければ私たちは自分の悩みの中で生きる意味を失っていたに違いありません。しかし憐れみ深いあなたは私たちのために御子イエス・キリストをこの世にお使わしになり、私たちが信頼することのできる道と真理と命を備えてくださいましたことを感謝いたします。暗闇の中で光を照らしてくださる主イエス・キリストの御言葉を今日もどうぞ豊かに与えてください。主よ語りたまえ、しもべ聞きます。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週はガリラヤ地方からエルサレムに向かう道の途中でイエス様がいろいろな人々に出会って行かれるところを見ましたけれども、旧約聖書に詳しい律法学者に先週は出会ったところをご一緒に見たことであります。その時イエス様がサマリア人の例えという例えをお話になりました。さらに旅を続けて行かれるとイエス様は一人の女性に出会われました。その女性はイエス様とそのお弟子さんたちを歓迎してもてなすことにあまりにも忙しくしすぎてイエス様の語られる神様のお言葉を聞くことができませんでした。そこでイエス様はその女性の妹の霊を出して神様の御言葉を聞くことの意味を悟らせたというお話であります。ルカの福音書だけがこのエピソードを記しております。けれどもヨハネの福音書の中にもこの妹とお姉さん、マリアとマルタのことについて触れられています。この姉妹にはラザロという兄弟がいて、そのラザロがイエス様によって死からよみがえられたことが記されております。この兄弟姉妹たちの家はエルサレムの都から東に約3キロメートルほど行ったところにあるベタニアという村にあったということがわかります。ヨハネの福音書が描写していますこのマルタとマリアという姉妹の様子はルカの福音書に出てくるこの二人の様子ととても似通っております。例えばヨハネの福音書の11章の20節にはこんなふうに記されています。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。そしてヨハネの福音書の12章の1節から3節を見ますと、マルタは夕食を用意するために忙しく立ち働いていますけれど、妹のマリアはイエス様の足にナルドの香油を塗って自分の髪の毛で拭いていたと記されています。マルタが忙しく立ち働き、マリアの方はおとなしい性格のようであったようです。そのことがヨハネとルカの両方の福音書に出てまいります。ルカの福音書の方ではマルタがイエス様を喜んで迎え入れておもてなしをしたことが書いてあって、そのエピソードの中心はあくまでもイエス様とマルタに焦点が当てられています。妹のマリアは登場してはいますけど、マリアの方は一言も
ものを言いませんし、出来事の表面には出てきません。マルタはイエス様とお弟子さんたちを歓迎し、一生懸命もてなしました。その意味ではマルタはイエス様を受け入れたわけであり、神様の祝福に預かったのだと思います。そしてマルタの不満もよく理解できるのではないでしょうか。マルタの方は一生懸命接待のことでせわしく立ち働き、妹の方はじっと座ってイエス様の足元でイエス様のお話を聞いている。あまりにもせわしかったマルタは心を取り乱し、ついにイエス様のところへ来て爆発するのであります。主よ、妹が私だけに接待を任せているのを何とも大思いになりませんか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいと、彼女のイライラが紙面を飛び出して私たちに伝わってくるようではありませんか。なぜ私だけはこんなに悪せくせなければならないのですか。不平等ではありませんか。マルタの言う通りだと思われないでしょうか。マルタのこの時の気持ちがわかるという人はどうぞ手を挙げてみてください。というのは冗談ですけれどもはい、実際に手を挙げた方はいらっしゃいますが、はい、よく気持ちがわかると思うんですね。なのである私の知人の一人は、携帯電話のこのメールアドレスにマルタという名前を入れている方がいました。よっぽどマルタが気持ちがわかるんだろうと思います。マルタはその意味では人々に愛されている人だと思います。マリアも一緒にもてなしを手伝うべきであり、じっと座って話を聞いて感動していい気持ちになって、接待の方は人任せにしているというのはあまりにも虫が良すぎるのではないでしょうかと。イエス様もマルタのことを少しでも気遣われるのなら、マリアに、さああなたも行ってお姉さんのお手伝いをしてあげなさいと一言言ってくださってもいいんじゃないでしょうか。そういう気持ちであります。ところがこのマルタの落ち着かない気持ちに対してイエス様がおっしゃったのはこういう言葉でした。マルタよ、マルタよ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。こうおっしゃったのであります。このお言葉によって象徴されている内容はとてもはっきりしています。マルタはいろいろなことに気を使って心を取り乱している。心がざわざわしている。そのために自分を見失っている。あまりにもたくさんのことを心配しているために、せっかくのおもてなしが台無しになってしまっている。いろいろなことというのは、土佐弁ではいろいろ回路と言いますけれども、マルタはいろいろ回路気を回しすぎてイライラして妹に腹を立ててしまっている。妹はいつも楽をしていて、いいとこ取りをしている。自分だけがいつも泥をかぶっている。しんどいこと、つらいこと、面倒なことはいつも私がやることになってしまう。しかも妹はありがとうお姉さんの一言も言わない。一言でもお姉さんいつもありがとうとでも言ってくれれば、それだけでもこの苦労が報われるのにと思うと、また腹が立ってくる。マルタのことを考えれば考えるほど、ますますマルタと自分が重なってくるでは
ありませんか。イエス様のマルタへのお言葉は私たちに向けられたお言葉であると考えてよいと思います。マルタよ、マルタよというところに自分の名前を入れて呼んでもよいでしょう。人しよ、人しよ、あなたはいろいろ回路心配して気を使っている。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。イエス様がおっしゃいました。どうしても生きていく上でなくてならないものは神の御言葉だけですと教えられたのであります。もちろん食べるものも着るものも必要なものは他にもたくさんありますけれども、私たちが人間として本当に人間らしく生きていくためには神の御言葉がなくてならないものだということ、そのことをイエス様はマルタに教え諭されました。別なところでイエス様はおっしゃいました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると言われました。人間が人間らしく生きるためには神の御言葉がどうしても必要であるということ、私たちが本来の自分を生きるためには神の口から出る一つ一つの言葉に頼って生きる他に道がないのだということをイエス様はここで宣言しておられます。神様の御言葉を心の糧として魂の食べ物としていただきながら、私たちは本来の人間になっていくのだと言われるのであります。子供の時にも青年の時にも成人してからも中高年になっても老年になっても、その時その時に適した神様の御言葉を私たちは必要としています。青年の時に必要にした御言葉と老年になって必要とする御言葉は異なるかもしれませんけれども、その時その時の神様の御言葉を受け取って魂の糧としていく時に、私たちは人生のどんな困難も必ず乗り越えていくことができると確信いたします。マリアはそのなくてならないものを選び取りました。彼女は人間とはパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって初めて生きていけるのだということを深く心に留めたことだろうと思います。ここで一つ注意しておくことがあります。ここに出てくるマルタのことをあまり否定的に見すぎるのは良くないと思われます。マルタのしていたもてなしという行為はそれ自体とても尊いことですし、そういうことを裏方で黙々としてくれる人がいるからこそいろいろなことが実際に回っていきますし、いろいろなことが実現していきます。イエス様やお弟子さんたちもこのマルタのおもてなしによって旅の疲れが癒され、空腹が満たされ、さらに旅を続けていく英気を養っていったと思われますから、マルタのしていることは実に大事なことであります。そしてそんなマルタをイエス様は決して批判的に見ておられるのではなく、イエス様はマルタをむしろ愛しく慈しみを持って見ておられるということがわかります。どこでわかるかと申しますと、イエス様は彼女の名前を二度呼んでいるところであります。マルタよ、マルタよ、イエス様の慈しみを感じるではありませんか。あなたのしてくれていることは
とても尊い素晴らしいことだ。それに私たちもあなたに感謝しているよ。でもそのことであなたが自分を取り乱して妹につらく当たっていることは、せっかくのあなたの善意が台無しになるんだよ。あなたのしていることは素晴らしい。でもそのあなたの行為を祈りで強めてごらん。神様の御言葉をいただいて、神様のご愛と力を信頼して、神様の励ましの御言葉を心に秘めて行ってごらん。そうすればあなたがしているそのことが本当の意味で尊いものになるんだよ。そのようにイエス様はマルタを優しく諭しておられるように聞こえてまいります。一方で私たちはマリアのことを褒めすぎてもいけないと思います。マリアは確かに神様の御言葉を何よりも優先させて、イエス様の口から出る神の御言葉をひたすら求めていったということは素晴らしいことであり、イエス様からお褒めをいただいています。けれどもあまりマリアを褒めすぎると、彼女はそこに座ったまま動かなくなるかもしれません。マリアも立ち上がって働かなければならない時があります。イエス様からいただいた神の御言葉に強められて、日々の単調な務めに立ち向かっていくことが必要になります。イエス様は私たちが生きていく上でなくてならぬものは神の御言葉であり、神の愛であり、神の力だと語っておられます。その神様の御言葉によって強められて、神様の愛が永遠に変わることがないということ、神様の見守りが神を愛する人々の上にいつも注がれているということを確信して、それぞれの日々の務めを生きていくときに、神様が新しい勇気を与えてくださるということ、新しい希望を与えてくださるということを諭してくださいました。ある牧師が自分の体験を証ししています。彼が飛行機に乗って旅をしていた時のことであります。シートベルトのサインが点滅して、そして間もなく落ち着いた声でキャビンアテンダントがアナウンスしました。この先気流が乱れているところを通過しますので、飲み物のサービスを割愛させていただきます。シートベルトをしっかりと腰の位置でお締めくださいというアナウンスでした。この牧師が辺りを見回すと、乗客が少し心配そうな顔になっているのに気がつきました。しばらくすると再びキャビンアテンダントのアナウンスがありました。申し訳ありませんが、気流の不安定なところをこれから通過しますので、お食事をお出しすることができません。どうぞご了承くださいという内容でした。それからです、嵐が始まったのです。雷の音がエンジンの音を消すぐらい大きく炸裂しました。外の暗闇の中で稲光が走りました。その瞬間、機体が海の波に揉まれる船のように揺れ始めたのであります。機体が急に持ち上がったり急に沈んだりし始めました。その牧師は周りの人たちと同じように恐れを感じ始めました。辺りを見回すと、ほとんど全ての乗客がショックを受けていました。ある人たちは祈っていました。一体どうなるのだろう、この嵐を乗り切ることができるのだろうかと不
不安になっておりました。それからひょっと一人の女の子の姿が目に入りました。その子はまるでこの嵐がなかったかのように平安な顔をして本を読んでおりました。時々目を閉じて、それからまた本を読んでおりました。まるでその子には心配というものは存在しないかのように平安な様子でした。機体が嵐であっちに傾いたりこっちに傾いたりするその間、そして大人たちがひょっとして死ぬのではないかという恐怖を感じていた時に、この子は完全に落ち着いているのでした。牧師は信じることができませんでした。それでやっとのことで飛行機が目的地に無事到着できて、乗客たちが安堵して急いで飛行機から外に出ようとしていた時に、その牧師はどうしてもその女の子に話をしてみたいと思ったのです。そしてその子に近づいていって言いました。先ほど機体があんなに嵐で揺れたのにどうして恐れずにいることができたのと聞いたのでした。するとその子が言いました。だって私のパパがこの飛行機のパイロットなんだもの。パパがちゃんと私を家まで連れて帰ってくれるのと言ったのだそうです。人生にはいろいろな嵐があります。突然の病気という嵐もあります。経済的な心配もあります。家庭の心配もあります。仕事の心配もあります。いろいろな嵐が時として襲ってきます。いろいろ回路心がかき乱されることが起きてきますけれども、たじろぐな、私があなたの神だからと言ってくださる主が共におられるということ、そのことを日々確認しながら自らの生活を生きていこうではありませんか。イエス様の足元に座って御言葉に聞き入る時を大切にして、神様の永遠に変わることのないご愛を確認しながら、それぞれの課題に向かって歩む生活をしていこうではありませんか。一言お祈りをいたします。天の父よ、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると主イエス様は教えてくださいました。そして私たちが生きていく上でどうしてもなくてならぬものは多くはない、いや一つですと語られて、神の御言葉を心の糧として生きることが私たちにとって不可欠であることを悟してくださいました。どうかあなたの御言葉によって、あなたが私たちの人生のパイロットであることを確認しつつ、それぞれの暮らしを生きていくものとなることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。